おはようございます。今日は2022年1月の12日です。トータルリターンマイナス277,4692円です。大体まあ55万円ぐらい、8日より下がってます。それからナスダック、今日の朝いましたけど、そちらはですね、プラス 1.47% で、ニューヨークダウがプラス 0.51%、 久々にのが上がった感じなので、まあとりあえず少し売ろうかな、売っとこうかな、まあっていう感じです。おはようございます。今日は2022年1月12日、9時16分22分です。さて早速口座管理を見ていきます。まずよいしょ、一番見たいのは保有資産評価です。保有資産評価で4,727,2815円。5000万から始めてるので今年正月ですね。まあだいぶ下がっちゃったなって感じですけど、まあどんどんその下がった瞬間に買い付け入れてるので。まあいいかなって感じもあります。で、この4700の内訳ですね、これ投資信託が2354,6862円です。私51歳なんですけど、まだね老眼じゃないんですよ。なのでね、このちっちゃい文字読めるんですね。褒めてほしいです。まあ、だからといってってあるけどね。それから、大体ね、保有資産評価のうちの半分が今投資信託になってるので、下がってる間にどんどん、買い付け余力を使って、買い進むでいいのかな、難品買いをしていく、毎日積み立てで難品を買いをしていくっていう感じです。それではトータルリターン見ましょう。まあ5000万から始めてるので分かりやすいですね。これでいいかな。さすがにこれは文字が読めないので、こっちにします。今年の時点でマイナス277,4892円です。マイナス 8.63%。 いやーで昨年がね、1500トンで1500万ぐらい、トータルリターンでプラスでしたっていうことです。今年はね下がってても現金比率が高いと、まあ難品買いしてるんだから、まあ別にいいやっていう感じです。これがね全部そのキャッシュがなくて追加投資ができなくて、これだともうちょっとね手の打ちようがないので、まあなるべく
その現2割ぐらいはね現金にしておきたい感じです。今5割ぐらい現金なので、まあ余裕ですね。これが、これはね累計なんですよね。累計どうかっていうとプラス2248万6320円。去年おととしから真面目に、インデックス投資を始めたって感じ。それまではもう超適当に、銘柄を選んで超適当に売ったり買ったりしてました。まあその結果、まあ大体超適当にやったとしても、これ2009年からですね、一番下は2009年から、まあ、年間、21万3000円儲かったり19万2000円儲かったりしてます。まあ大体プラスマイナスにはならないようには運用してるっていう感じです。基本的に下がった時に買って、下がったかどうかわからないのでとりあえず買って上がるまで待って売るっていうスタイルです。ね、この何年だろう、2016年マイナス219,645円。これは多分、現金が必要なので下ろしたっていうやつだと思います。待ちきれなかったんですね。この時多分不動産を買うのに、投資信託のお金を全て出したような気がします。なんだっけな、累計前年末評価金額 D、 まあ、そういうお年頃だったっていう感じですね。そうなんです。ああ、そういうことですね。マイナス、219,645円。で翌年のスタート時点で80万飛んで3000円を残して多分全部売っちゃってますね。なんで80万残ったかはちょっと分かんないですね。まあそんな感じです。ちょっと下痢の方はちょっと治ってきました。それからマーケットじゃなくて先に、まあ、マーケット見ましょう。これがですねニューヨークダウとナスダック、まあ両方ともねプラスなんですよ。素晴らしいですね。今日ベートル見てみますか。なんかまたねおかしなことになってるようななってないような。いくらな、これ S&P と比べてもう何の意味もないのでこれは消しちゃいます。ほら円もね結構動いてるっちゃ動いてるんですよ。これ上に上がれば円安、下に下がれば円高ですね。これ見てほら2013年頃、まあ2012年ぐらいですかね。この時は海外旅行に行くと、まあ羽振りが良かった時代ですね。で、どんどん1、2、3、4年ぐらい、それから4年ぐらい経って、120円まで行っちゃったんですよね。どんどん日本経済が、まあ、こけ始めてる証拠ですね。10年か。
最近じゃんね。ドル、まあ、日本の円で持ってるのがリスクが高いのか、ドルで持ってるのがリスクが高いのかっていう話はもちろんあるんですけど、これはその円もドルも、ね、基軸通貨っていうのもあるので、まあ、現金の半分はドルで持っといてもいいかなっていうふうには思ってます。ただドル使うことがないので、結局また日本円に戻さなきゃいけないっていうちょっと面倒くささがはあります。なので積み立てはやってます、ちょっとだけですけどね。今はドル円がね安いんで、ドルに換えるのは得策ではないのかなと思いつつも、思いつつもって感じです。それではお楽しみの、ナスダック100のグラフがあればいいですが、ありませんのでこちらを見ましょう。すごいよね、10年で4倍、10年で4倍、もっとか、もっと下からいってるからね、ちょっと分かんないんで、ね、分かんないですよね。まあ、とにかくもう右に上がってると。ちょっとこれね、最近になってすごい上がってるみたいな、こうさ、曲線になってるように見えるんですけど、これ普通に指数にしたら直線ですからね。いや、綺麗な直線になりますよ。エクセルに入れて計算すると綺麗な直線になります。で、なんとかショックって、まあ、このあるんですけど、まあ大したことないっていう感じですね。で、右上の方がちょっとねドカーンと下がって、先っぽ、今こう下がってるところは先っぽですね。1年で見るとあんま綺麗じゃないですね。だからね、ただ2年で見るとだいぶ綺麗だし、多分一番左側の大きく下がってるのがコロナショックかな。まあ確かにね、調子良くはないんですけど、まあ年に何回かある調子良くない時なんですよ。ね。まあちょっと耐えましょう。さっきねちょっとラインが切れて見えられたかもしれないけど、今日のランチはうどんですね。具がたくさん載ってますけど、 おでんの残りです。だしは東丸の、あの粉のやつですね。うどんだし、あれ美味しいですよね。右のやつは、ニラ玉です。今回はねごま油と塩だけで味付けしました。うまかったです、昨日の晩ご飯です。ね、左の緑のやつですね、こいつ、これが菜の花のおひたしみたいなやつなんですけど、ちょっと菜の花の量が少なかったのでほうれん草も入ってますね。ツナとほうれん草と菜の花で、右側がね、これね、これちょっと面倒くさいね、タラ、本当はねタラのうんちゃらってやつだったんですけど、タラじゃなくて今、カレー、魚のカレーですね、でやってます。これね、もう意外に美味しかったですよ。頑張って作った感がありました。以上です。